はい、YouTube をご覧の皆様ごきげんよう、帽子親父でーす。イェイ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 ということでですね、本日収録4本目、はい、4本目となっております。毎週毎週この顔ですいません、帽子親父です。何卒チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今で収録してるのが、まあ、2月26日なんですけども、2月26日の時点では、チャンネル登録者数391人ということでですね。多分ですけど、収益化のね、ボーダーがね、登録者数1000人から500人に引き下がったということでですね、収益化目前となっております。まあ、そこに向けてですね、より良い動画をですね、少しずつ動画のクオリティをね、上げていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということです。ね、本日もね、早速ですが、ニューエラの新商品を紹介していきたいと思います。カジュアルクラシック、キラン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 、カジュアルクラシック MLB、ニューヨーク、ヤンキース、ミッドロゴブラック、クロームホワイトということでですね、片言全開でお送りしておりますがですね、カジュアルクラシックっていうくくりがですね、最近ニューエラー昔はちょこちょこあったんですけども、なんか最近ホームページの方を見てみると920、930、940カジュアルクラシックっていうね、カジュアルクラシックのね、項目が追加された気がするんですけども、気のせいですか？私だけですか？いや、なんかね、増えた気がするんですよ。なんか、それほどね、やっぱり形がいいからなんか定番化しちゃったのかなーなんて個人的には思ってるんですけど、まあ、ひとまず、ヤンキースは、2色ですね、ブラックとネイビーと、MLB 球団をフィーチャーしたコレクション。球団ロゴをミッドサイズにアレンジし、フロントにレイアウトということですね。内側はこうなってますね。ニューエラのフラッグロゴになってますよね。この生地の、パネルの境目。カジュアルクラシックとかではなくて、ニューエラのフラッグロゴになってますね。こちらはネイビーとなっております。まあ画像だとね、ちょっとわかりづらいですけども、ネイビーと黒一緒に並べて撮ると、こっちネイビーってギリギリわかるぐらいのね、色合いになっております。こちら、LA も2色ですね。こちら LA は何色になるんでしょうか。ですね、しばらくお待ちください。14109525。色は、ストーンブルーということですね。石青。ん？違うな。ストーンか。石色ってことか。なるほど。で、刺繍がブルーですよってことですね。こちらはベージュに白地の刺繍となっております。どちらもね、優しい、柔らかい色になってますね。カジュアルクラシックということですね。まあ、フロント部分に、芯がないから、まあ、すごく被り心地も柔らかで。フロントパネルのトップステッチをなくし、スウェットバンドには薄く柔らかいコットンツイールを採用しておりますと。なるほど、なるほど。柔らかいですね。バイザーはあらかじめ着用しやすい状態にカーブしています。イージースナップになってますね。このリアのストラップがですね、こういう感じですね。ボタン式になってますね。で、ボタン式で、まあ、余った生地はこの穴から突っ込んで、内側から引っ張って調節。まあ、簡単にね。調節できるので、まあ、結んでる方とかは結構、あんまり関係ないか。あ、ドジャースですね。2色となっております。
調校中、調校中、帽子親父調校中。画像ではもう一色ね、緑があったんですけど、まあ今ちょっと撮影になってこの5色になってますね。サンディエゴパドレスですね。ブラウンですね。パドレスとドジャースか。あ、開幕戦のカード絶賛残っております。プレミアムチケットになってましたね。まあもちろんそんなね、メジャーリーグを海外に見に行く余裕なんてございませんが、楽しみですね。野球が日々ね、生活日常にねあるとね、やっぱりね、なんか活気がありますよね。なんか、生活に張りが出るというか、まあ一喜一憂してたいですよね。まあ私なんかね、広島人なんでカープファンですけども、まあアメリカだったらね、ヤンキースだったりドジャースだったり、このパドレスだったりとね、まあたくさん球団がある中での、まあね、自分の推してる球団が1位になった日にはね、もうね、なんかもうずっとね、なんか飲んでね、楽しい気分なんでしょうね。まあそろそろ広島カープも日本一位なんてね、なってくれると、まあ私もね、元気に仕事ができるっちゅうもんでね、頑張れ新井カープ、ということでですね、本日も帽子親父がお届けしました。税込み4400円となっております。見かけた際はぜひかぶってみてね。まったねー、ということでですね、一回締めましたけどもね、まあ、かぶってなかったぞと。かぶったり測ったりしてねえぞ、おめえ、ということでですね、まあ、ファンからね、ツッコミが入りそうだったんでね、ギリギリ思い出しました。ちょっときつい。ちょっとリアのストラップが、ちょっときつい設定になってました。あ、オッケーオッケー。何センチぐらいだろう。まあまあ、さっきの920より、どうだろう。どうだろう。一緒。みんな11センチ。最近みんな11センチ。920も、940も、カジュアルクラシックもみんな11センチでした。まあ、帽子を買われるときはぜひぜひ被って購入しています。しましょう。まあ、ぐだぐだですが、本日4本目ということで、ちょっと口が回っておりません。まったねー。チャンネル登録、高評価お願いします。チャンネル登録者数1000人目指して頑張ってます。帽子親父です。よろしくお願いします。お願いします。まったねー。